劇場が2013年大阪公演ゴンベでね、大阪梅田はヘッポホールで2月8日、はい、金曜日から2月11日、はい、月曜祝日まで全7ステージやっております、はい、ね、大阪ではね、あの割とこう男臭い芝居が多かったり、僕もオカマの役が多かったりするんですけれども、今回はねちゃんと女優陣もいらっしゃいますし、絢爛豪華な芝居になっておりますので、オカマじゃない膝くんが見えるって珍しい、ね、大阪では珍しいことなんです。そうです、僕5回やってて4回オカマの役やオカマじゃないんだぞっていう、オカマじゃないんだぞっていうガスッと見てたいと思います。剛くんの役も見どころですよね。そうですね、僕のことをねちょっと覚えておいていただいて、まあ再確認してほしいなと思います。土井さんの素敵な、あ、そうです、はい、盾もスタージャックスの土井大地さんがねめちゃめちゃかっこいい盾つけてくれましたから、はい、その辺もね楽しみにしてください。手に汗握る、ね、立ち回りシーンがねたくさんありますから、ね、そうですよ、8日の初日はちょっとあのね前売り完売してるんですけども、毎日当日券は出る予定でございますので、はい、あの初日から来れないぞっていう方もね諦めずにね、あのお問い合わせいただければと思います、はい、あとホームページですとか劇団公式ツイッターなんかもね絶賛か、稼働しておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。